金沢市内に近い能登里山街道は順調に車が流れています。まもなく白石に入ります。白石付近の能登里山街道は車は順調に流れています。ここから内陸に入ってきますかね。ここで降りてる。ああ、みんなここで降ろされてますね。ここで降ろされてますね、みんな。ここでみんな降ろされてますね。里山街道横のガードレールが崩れて石が下に散乱しています。多くの石が下に散乱しています。道路が壊れたような跡が見えます。道路脇の森林もなぎ倒されているように見えます。ああ、何か所かありますね、ブルーシートのところが。道路が大きく寸断されて、その横で崖崩れが起きています。木々がなぎ倒されているのが確認できます。何か所かの場所でブルーシートが引かれ、道路が大きく寸断されています。すごいなこれ。至る所にブルーシートが張られ、道路が大きく寸断されています。
道路が多くひび割れています。ひび割れた道路が長く続いています。横田インターチェンジ付近の道路は多くひび割れています。ああひどいな、ここも。ここも道路が大きく寸断されています。この辺りの道路は大きく寸断されています。車が道路に落ちていますね。乗用車が崩れた道路から大きく落ちているのが見えます。画面中央、黒い乗用車が道路から落ちています。ひどいな、この辺は。至る所で道路が寸断されています。穴水の市街地には屋根にブルーシートが多くかかっているのが見えます。倒壊した家屋が多く確認できます。穴水の市街地です。倒壊した家屋が多く確認できます。屋根が大きく崩れているのが確認できます。画面中央、能登里山空港です。飛行機の姿は見えません。輪島市です。画面正面は輪島市です。輪島市の朝市通りです。大きく市が焼けています。多くの民家が焼けています。ビルも黒く焦げています。輪島市の朝市通りは街が大きく焦げています。大変な状況です。
広尾根千倍田の横の住宅も崩壊しています。土砂が多く道路を塞いでいます。大量の土砂が多く道路を塞いでいるのが確認できます。山肌が多く崩れて道路が大きく寸断しています。ヘリは涼しい上空です、ヘリは涼しい上空です。ああ、防波堤が壊れてます。完全に防波堤が海の中に沈んでいます。津波ですよね、これ。港の中には津波の被害でしょうか、多くの船が転覆しています。わあ、ひどい、これも。ああ、ひどく倒壊してます。これお寺なのかな。お墓の横のお寺でしょうか。大きく屋根も崩れてしまっています。ひどいな、これも。山肌が大きく崩れています。山肌が大きく崩れた前には避難所があります。涼しい上空です。多くの家屋が倒壊しています。
珠洲市上空です。ここの船は、ここも船が転覆してますね。多くの港で船が転覆しています。津波の影響でしょうか、多くの港で船が転覆しています。能登町です。能登町一周します。ああ、道路は開通してますね。乗車走ってます。多くの乗車が走っています。この辺りの道路は開通して多くの乗車が走っています。
海は穏やかです。上空から見る海は穏やかに見えます。ああ、この辺もブルーシードがかぶってます。